今月の手話令和6年7月号です。7月27日はスイカの日です。スイカはブドウ糖やビタミン A、カリウムなどバランスよく含んでいて、夏の水分補給にも適しています。今回はフレッシュフードひろかわのひろかわすすむさんが手話を紹介します。フレッシュフードひろかわのひろかわすすむです。まずはカロリーが少なく水分たっぷりなスイカを食べて夏を過ごすの表現をご覧ください。それでは単語ごとにポイントを紹介します。左手でアルファベット C の形を表し、隣に右手人差し指で L の筆記体を書きます。親指と人差し指の指先を合わせてから弾きます。指先をすぼめた手を口元に近づけ、開きながら斜め前へ出します。親指を出して握った手を鼻に当てます。指先を曲げた両手を口元に近づけ、左右に動かします。両手でスイカを持って食べるイメージです。親指を出して握った手で首筋を仰ぐ仕草をします。内輪で仰ぐイメージです。両手の親指と人差し指を伸ばして向き合わせ、胸の前で垂直の円を描きます。いかがでしたか？能美市では手話に触れていただくため、今月の手話を月1回配信しています。次回もお楽しみに。